あのエイジーズム年齢によって人をね決めつけたりというような風潮が日本は無反省で行われていてこれ本当に問題だと思うんですけど、えー、とバイデン大統領の就任のニュースで NHK がですねその一言前もうそのつかみリードのとこで、えー、最高齢の大統領が誕生しましたというようなことを言うんですよねでこれねあの昨日つぶやいたら、うん、と例によっていろんなネット民の方が。 いや英語のニュースでも最高齢っていうのあるよって言ったらそれは全文検索すればそういうの出てくるよね。<laughs> これは笑い寄れるとこだと思う。全文検索すればそれは出てくるでしょ。さあ客の技術だからそのバイデンさんについての記事でどっかでそれは書けたわけど、その NHK ニュースみたいにい一言目に最高齢とは言わないでしょ。そでそういうなんかあのあら探しというか十八番隅つつくようなアギアシにしていくるんですけど、本質はやっぱりそのエイジズムっていうのにあってでそのエイジズム っていうかね、それについて日本の社会はあまりにもそ無,無反省というか例えばそうだなあの、えー、と二階さんが気に食わないっていうのはそういう方がいらっしゃるっていうのは分かるんですよその二階さん幹事長ですからあの自民党でどこからどこの選挙区から誰が公認出るかってことを差配される方ですから大変な権力を持たれてるわけですよね。でその二階さんの何が気に食われるのかよく分かんないけど GoTo キャンペーンなのか。 あの中国政府に近すぎるとか何か,何か気に食わないことがあるらしくて二階さんが「老害だから」あのなんか、ね、二階さんともう一人誰かが老害って二人老害がいるってあそっか、えー、と麻生さんかな麻生財務大臣が老害だって言ってで老害はそれだけじゃないだろうって誰かツイートしててあの菅総理菅義偉総理も老害だって言ってでそれって単に見た目でしょ見た目ででしょこれ最初は時事評論で やろうと思ったんだけどなんか無理系のデイリー,ショーみたいになって,ちゃってなまあいいかあのまあこの真面目な評論とコメディを一緒にやるっていうのが僕の底辺コメディアンとしての主張なんでまあいいんですけどあのそのルッキズムにつながるんですよね。で要するにだからじゃあ二階さんが <laughs> 俺二階さん何歳か知らないんだけど人の年齢に全く興味がないんであの麻生さんも何歳か知らないんだけど。 なんかまあ、まあそんな若くはない30代ではないなと思うんですよ二階さんねおっちゃんでも何歳か俺知らなくて興味なくてでそのなんか老お,じい老、まあ、おじいちゃんっていうか老害おじいちゃんみたいに見えるからなんか老害だっていうのはそれ単にルッキズムでしょ見た目のままっていうか <laughs> でその人の能力とかって全く違うんで僕は例えばあのー、なんだろう えと去年ね亡くなった、えー、1921年前だったんで、えー、去,年亡くな去年の12月の誕生日のくるまでに亡く,亡くなったんで98歳だったのかなコーラス・バーローさんって僕のケンブリッジの恩師はもう90代なのか何なのかずっとなんかすっごく頭シャープで残念ながらね亡くなっちゃったんですけどあのおじいちゃんだって思ったこと一度もないですよってかバーローはバーローだから。だから何なんだろうねその 人の見た目でそれってなんか逆に例えばあの女性は若い方がいいとかそういうなんか日本の愚かな風習と表裏一体で一年生をんかもう愚かすぎてでそういうレベルのことが背景にあるから NHK のそのニュースの原稿書く人もあのうかつに書いちゃったんだと思うんでねあのアメリカ最高齢の大統領の誕生ですみたいなそのなんか。 そういうのって現代の最高の倫理観とかリテラシー化するとどうなんですかって反省がなくて放送現場にそれは世間がそうだからであの同じなんか NHK のニュースでなんかバイデンさんについての街の人の声ですって言って大阪からでなんか梅田でなんかその聞いてるからそのなんで梅田で行くんだってったら梅田をお読みしたらバイデンだっていうのくだらいもうくだらすぎるでしょバイデン大統領の誕生についてさ 他に言うことあるでしょう <laughs> いくらでも <laughs> 何が梅田をお,お読みするとバイデンだってもなんかそういうレベルの低さあの知的レベルの設定の低さっていうのはね何かえっ、ー、となんだっけえっ、ー、とし新聞の人とかテレビの人は中学生でも分かるようにしろとかそれがなんか今小学5年生でも分かるようにするし,してるんですよとか言ってさなんかアホかと <laughs>。あの まあね、あの英語圏のメディアとかはもっとすごいい打ち合いしてるよだからバ,イデン大バイデン政権の,あの例えば誕生についてはさ例えば、えー、とその国内の,そのグ,ローバリグローバル化とかそういうなんていうかなリベラルな風潮に取り残されたラストベルトっていうかそのいる人いるわけですよそういう人の声をどうするべきかとかさあとその環境政策とかでねあのパイプラインをキャンセルするみたいだけど。 あと、その化石燃料の問題とかすごいロビーストたちがいっぱいいるよね、あと対中関係も,もちろん重要な問題で、やっぱアメリカ、中国はイデオロギー的に絶対相いでないんで、中国政府が今のままである限りあの長期的中長期的には対立含みであることは避けられないんでね、そういうい台湾問題も入ってくるし、香港問題も入ってくるし、チベット、ウイグルの問題もあるし、あのバイデンがどうさがどういうね、あの あの政策をこれから打ち出していくかってのは極めて重要なことなんであってそういうレベルの話を一発目から出ないんだよだからそのなんだっけ最高齢の大統領が誕生しましたとかそんなどうでもいい話は一発目に持ってくんなってだからそこら辺の頭の悪さっていうのがやっぱり日本のねエイジーズムの風景ででねあの組織とかが定年があるのはまあある程度便宜的に仕方がないと思うんですよ60歳65歳そうじゃないと開かないただこれもう。 その人によって違うんだ,よ全然だから一律にっていうのがやっぱりいかにも日本的で僕はそのお世話になったそのケンポ・バーロー先生は何歳になっても大学行ってたしあとカレッジトリンティカレッジのフェローとしては就寝なんでしょうねフェローってのはねだずっとカレッジでいつもお目にかかっててカレッジでご飯食べてあのそういう方ですけど九十90代になっても別に現役であって人は変わらないからね。 だからトリンティーカレッジみたいなところはちょっとまあ、うん、特殊な運用してるんだろうし全てのフェローがそうなるのじゃないのかもしれないんだけどバーローさんはやっぱり特別な人だったから特別扱いされたのかもしれないんだけど、まあ、とにかくなんかその年齢によって一律に何か人を判断するってのはさだって個人差の方が多いでしょ人間の脳って <laughs> あの。ちょっとイメージとしてはねもちろんだからあの加齢に伴って MCI だとか認知症ってことを発症される方もいらっしゃるんですけどイメージとしてはね学習曲線こうなって。 でその後はずっとフラットで亡くなる時まで基本的にフラットだって考えるのが、まあ、脳科学的にはよくてしかもその年齢に伴ってそのじゃあ単純な記憶力とか落ちることあるかもしれないけど総合的な判断力とかはむしろ上がることもあるんでねあの年齢で一律こうとかその老害ってことを僕言う人はそれだけでなんかもうその人の,あの知性を失い疑いますね。老害っっててことを安易に言う人って でなんか見てるとなんか単純に老害って自分と意見が合わない時に相手のことを老害って決めつければいいやみたいな <laughs> 単にそういうことだなってことが俺は観察してるとネット上とかねリアルライフでも老害とか言ってる人もいるとあ単に自分と意見と合わないってだけだって <laughs> 面白い下手すると30代ぐらいからも老害って言われかねないみたいなねだから自分と意見が合わないっていう時に老害って言って なんかちょっと本当に単,純単純になんかちょっとアホすぎでしょってことであとねあの僕がよく分かんないのはその日本だと「いや私もう30代になっちゃった」とか「40代になっちゃった」とかさよく言う人いるじゃん「50代がどの子」とか「六0歳だと還暦」とか,とかそれ単に「受信法」ですから。<laughs> あのね <laughs> いやだからねディジットっていうかその数字の表記のためにしかたがなくて。 銃ごとにがが繰り上るるような表記を作ってるだけそれはもともとはその手の指の数から来てるのかもしれないんだけどね銃っていうのはでもさそれ2進法だったら違うわけだし60進法だったらまた違うわけだし何ていうのかな何十代って言い方便宜的にはするよだってそれはだってそ,その方がっていいからでもその何十代30になっちゃったとか40になっちゃったとかさそういう言い方にさ生物的なさ意味合いがあるはずねえじゃん。 <laughs> よく考えたたら当たり前でしょだからなんかその何ていうのかなそういうことも全部含めたあの日本のメディア含めたネット空間も含めたあの頭の悪さってのは修正しないといいけないなって僕は思いますけどねだからそのエイジーズムってまあ日本の場合いろんなステレオタイプが問題になってね例えば男性と女性だとかあと。 なんとかの県民賞ってのは何で俺ああいうのが人気あるのか全然わかんないんだけど県単位で文化が変わってるはずないじゃん全部繋がってんだからなんでああいうのが好きなのかなってわかんないなんか何とか県では何とかっていやあそうやそうそう都道府県の魅力のランキングとか言ってので儲けてる調査会社もいるよね。いや県単位で考えるより 連続的になんかその地図はあるわけだから行政対応はそれはそうだろうけど別にそのだからって県単位で県民性が決まっちゃうとかそんなことないんじゃないですかって思うんだけど俺だからなんかもうそういうなんかねなんてうのかな実態を見ないでラベルをつけてあのなんかああだこうだ言ってるっていう風潮が日本は強すぎてその一つの象徴が僕はエイジ,エイジズムだと。 持ってるんですよ <laughs> だからもうね年齢で人をどうこう言うのはえめみようってね10代のやつでもなんか世の中の常識にがんじがらめになってて老害のやつはいるしねこれ笑いを今襲うことだけどあの10代でも固定観念にとらわれてるってことを老害って意味で言うんだったら10代でも老害のやつはいる。<laughs> それから 90歳になっても俺がお世話になったバーロー先生みたいにもうすごいシャープでいつも会うと緊急の話をずっとしててあのそういう若々しい精神の人もいる。だからねあの年齢でで人を決めつけようのは無理なんですよ、ね、むしろその人の世間的な常識だとか、えー、固定観念とかとの態度距離感それによってその人の精神の,精精神の若さが決まると。 いうことなんでね、その何歳になってこうとかそういうことで何かを言った気になっている人たちは全員退場 <laughs> まあだけど日本のメディアはなんか本当になんかバカの壁の内側にいるんでね <laughs> 日本のメディア変われないかもしれないけどねまあ僕のおす,すめはこのね YouTube を見てくださってる方への僕のおすすめはあのまあ英語の情報に接しましょうね。 はは日本よりは少しはマシです英語の情報が完璧だとは言わないけど日本よりは少しマシな世界が広がってるんじゃないかなと。エイジーズムっていう言葉は日本の社会ではもっともっと深刻に、えー、反省された方がいいんじゃないかなと思っております。